はい、どうもゴリラです。山梨の方向かおうとしてるんですけれども、結婚記念日旅行ということで今日はプリウスで来てます。去年の暮れにねプリウス納車しまして、今半年で約1万キロかな、まあ、9000キロぐらい走ってるんですけれども、燃費が本当に旅行で使うとどれくらいいいのかとかね、まあ、長距離走るのにどんな便利なことがあるのかとか、そういうことも含めてちょっと今回使ってみようかなと思います。まだね関越出たばっかり、乗ったばっかりか、旅行に行く時のいつものパターン、三好のスターバックスでスターバックスラテにバニラシロップ追加を覚えたもう一人で買えるからねスタバで。初めて自分でコーヒー飲もうと思って羽田空港の中のスタバでコーヒーを買ったんですけれども、もうこれでもうスタバも怖くない、全然大丈夫、楽勝。まだあのサイズの呼び方はよくわかんないけどね、ちょうどいいやつって言っちゃうよね、10くらいのとか言っちゃうよねきっとね。今日はすごく天気良くて外は暑いけど、プリウスは2ヶ月くらい前に暑くなり始めた頃にエアコンが効かないっていうトラブルがあって1週間ぐらいトヨタさんに修理で入って、パッキンからガス漏れしてたらしくて、パッキンを変えて、ガスを入れ直してもらったっていう。それからはねもうちゃんとエアコンも効くし、シートから風が出てくるタイプだから、暑い時にはあの椅子からねあの風が出てくるので、すごいよね背中とかね、まあランクルも出てくるけどね、風の強さはね、なんかこのシートがパンチングメッシュな分だけランクルよりもなんかいっぱい風が出てくるような気はします。血汗番長の僕にとってはあの下から空気が出てくるのは非常にありがたい。ハイエースって座ってる座席の下にエンジンがあるから、ケツがめちゃくちゃ熱いだよ。茶色とかの血のパン履いてるともうおしっこ漏らしたんじゃないっていうぐらいケツ汗でびしょびしょになっちゃうから、それを考えるとねこの車すごくいいなと思いますね。って言ってる間に三好のパーキングの入り口でもう早速渋滞です。まあじゃあ1泊2日楽しんでいきましょう。ゴリラマンキャンププレゼンテッドバイ ARD。 出発してから2時間半やっと圏央道から中央道の中央道に入るところです。ここから先も見える範囲は渋滞してますね。さすがこの天気のいい土曜日みんな出かけるよね。今日乗ってきてるプリウスめちゃくちゃ渋滞運転が楽です。クルーズコントロールが全車速追従型、前の車をセンサーが検知してセットしておけば一定の車間距離を保って前の車についていく。この車は30キロから180キロぐらいまでの間のスイッチでは変えられるみたい。まあ、あの、日本の高速道路はね、最高でも120キロしか出しちゃいけないから120までの間で使うんでしょうけど、何がいいってね、この渋滞がいいよ。楽。プリウスはね、うん、勝手に進むし、勝手に止まるし、一定の間隔を空けて前の車についてってくれるのは本当に楽。おまけにハンドルもちゃんとクイックイって、こっち力入れなくてもこう、軽く持ってれば、あの車線を検知してクイックイって動いてくれるから、これは楽。なんならデュカともあのクルーズコントロール入れて、ほっぽっとくとハンドルはクイックイって動くんだけど、5キロとか3キロとかそういう速度からちゃんと動くのはやっぱりね楽でいいですよ。プリウスはこうなんだろう、アクセルをグーって踏む感じとかブレーキをギューって踏む感じに近い動きをしてくれる。だから全然滑らかに自分で運転してるのと同じような感じで動いてくれる。ランクルは前車間距離が空くと開いたぞーって言ってビューって行って、縮まってくると止まるぞーって言ってグーって止まるのね。やだ。だからねランクルは結構怖いんだけど、プリウスのやっぱりそのあたり穏やかに進んで穏やかに減速する。渋滞ねあの全然イライラもせず、まあ寝ちゃうじゃんっていうのは。まあ確かにでもその通りなんだろうけど、寝ちゃう人って自分で運転してても寝ちゃうからね。居眠り運転ってさ、うん、車のクルーズコントロールが入ってようと入ってまいと寝ちゃう人は寝ちゃうから、あんま関係ないのかな。あとはあの、バイクがね、うん、こうすり抜けてきたバイクがぴょっと前入った時とか、うん、前にいるバイクが不意にいなくなった時とか、うん、そういう時に色々と、誤作動まで言わないけど、ちょっとこう強めのブレーキがかかったりね、うん、そういうのはあるけれども、やっぱ慣れるまであれだね、自分のさブレーキのさ
あのプリウスを信用できるようになるまでは ね、なかなか話すの難しいだろうね、うん、ブレーキ早いからさまだってなっちゃう。そうね、タイミングは人それぞれだもんね、うんうん、加速減速の。今日にお菓子買ってきてって言ったらこれ長いのばっかり買ってきた。はい、川口湖インターチェンジを降りて下道あと 2.4 キロで川口湖って感じです。スバルラインっていうとこね、うん、まあ、初めて走るけど10時に出て11時12時1時43分だから計算3時間40分走ってるよ。あ、もうちょっとで着くね。またこっちもあれ4時の壁あるかな。遊覧船の受付時間9時から16時って書いてあるよ。やっぱり4時なんだ。そこもそうなんだね。川口湖ついてあんですけれども遊覧船あっぱれ乗ろうと思ったら人が多すぎて乗れないので断念します。富士河口湖は日本の山梨県に位置する富士五湖の一つで富士山の北麓に広がる美しい湖です。この地域はその絶景と豊かな自然により多くの観光客を引きつけています。湖畔からは逆さ富士として知られる富士山の反射が水面に映る光景を見ることができ、特に冬のダイヤモンド富士は有名です。四季折々の風景が楽しめ、春には桜、初夏にはラベンダー、秋には紅葉と年間を通じて異なる自然の美しさが楽しめます。また河口湖周辺には地元の文化や歴史に触れることができるスポットも多く、遊覧船をはじめ様々なアクティビティがあり、富士山と自然を満喫することができます。ここは川口湖の駅前。ほうとう食べたいけどめっちゃ並んでるな。これすごい癖になる味。その唐辛子のところはさ譲るよ、全部食べて。その唐辛子これうどんだよ。よかったね、お腹空いてたしね、お昼ご飯になったね。不思議な味。これ考えた人すごいな。これはしっかり歯がないと食えませんうどん、これ多分うどん揚げたやつだ。懐かしくない、あのタッチナイフって昔なかった。これ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 、うん、これね、あれ100円じゃなかった、タッチナイフ。さあ戻りましょう。癖になるよこれ。癖になるね。え、美味しい、すごい。でも分かる、おうどんのつゆの中にアイス落としちゃったっていうのはすごい、その通りでしょ。うどんのだしの中に落っこちしちゃったアイス食べてるよみたいな感じなのに美味しい。そう、吉田のうどんアイスは一回食べた方がいい。絶対美味しい、本当に。地元の吉田のうどん、人気店であるメンズ富士山と商品開発のヒットメーカーである富士山プロダクトの監修により開発された吉田のうどんソフトクリーム。吉田のうどんのスープをソフトクリームに配合し、つゆの和風だしと味噌の風味をソフトクリームに、トッピングで吉田のうどんの麺を揚げた麺チップスが添えられてた山梨県で唯一無二のご当地ソフトクリームです。来ました、鳴沢氷結券売機所要時間12分って書いてある。うん、でもなんか2個あるから大丈夫ですか。上り101段下り91段、ゆっくり行けばね、うん、これで大人2人かぶってだって。心配なお客様は私じゃん、心配性の。鳴沢氷結は青木ヶ原樹海の東の入り口に位置し、年間を通して観光客が絶えず富士五湖観光の一つに数えられています。今から約1160年前の貞観6年864年富士山の側火山長尾山噴火の際、古い紀勢火山の間を灼熱に焼けた溶岩流が流れ下ってできたのがこの2つのトンネル式になった洞窟です。昭和4年に文部省の天然記念物の指定を受けてから世界に紹介され、地質学上貴重な存在となっています。ちなみに鳴沢村の樹形溶岩群はスパイラクルの数では世界有数と言われています。もうすでに涼しい、ね、涼しいね、うん、はあ、さあどんなとこなんでしょうか。足腰の弱い人と心臓が弱い人と
うん、妊婦さんダメなんだって。寒っ、怖くなっちゃった。どういうこと。ただいまの洞窟、洞穴内ゼロ度だって、うん、やばい、怖くなっちゃった。すごいすごいすごい。ちょっとどうやって落ちちゃうよ私、階段。寒い、どこんどこんだ、危ない。ほら、こんな階段。寒いよ。何、100段あるんだっけ。100段って言うと、1、2、3、凍結のため滑り出やすい。もっとゆっくり歩いたらいいのに。11、12、13、14、15。わこれ昔はこっちだったのかな。すごい。怖いよ、本当に。行っちゃいそう。なんかさ、行っちゃいそう。転んじゃいそう。頭上注意。ふり。寒い。寒いけどさ、危ない。寒いけど危ない。寒いし、危ない。寒いし、危ない。すごい。iPhone のがよく映んじゃない。すごい。マジで怖い。すごいとこのほら、ず。そうやって下を見てるとまた頭ぶつけんだよ。誰かメガネ忘れてる。冷て。坊主だからさ、水が頭にくっつくの、ポチンって落ちるのがすげえわかるわ。あれが天井とつながる氷柱だ。あー、地上に出た。お土産屋さんです。行ききれてます。ゆず酒、みつかん酒、外国の方は喜ぶね。うん、好きだよね。富士山プリントクッキー、ドロップも富士山。でもこういうのいいね、缶。これさ、中身なの舐めちゃった後でも、うん、そうそう、いいよね。うん、アラカルトのお塩。うん、え、見て見て、この辺から採取した土を使って。はあ、ミニ富士山、富士山モアイ。本当なのかな。龍の森。なんかさ、マイナス何度でさ、めっちゃ寒いはずなのにさ、終わったらめっちゃ汗かいてるのなんて。すごい、ほんと想像以上の階段の上り、すごかった。でさ、戻りさ、階段上がるからさ、下ばっかり見てたらさ、頭ぶつけるよね。左のさ、ここにボンってぶつけて、痛いって思って見たらこっちにぶつけて、両方ぶつけたよ。高さ90センチ。あれよかったよ、あれくらいだから。上から水が降ってきて気持ちかったけどさ、こう毛がないからさ、地肌だからすごい、すぐ集めて、すぐ分かるよ。みんなね、みんな一度は行くべき。ここは鳴沢氷穴行ってきました。いやー、楽しい、楽しいっていうか、いい経験になった。しゃがんだまま歩くんです。あの途中にね、90センチぐらいしか高さがないっていうところを歩いていくんだけど、そこがもうしゃがんだまま、しゃがんだまま歩くんだ。どうだ、ロシアの人来たらすごい早く歩ける。壁も天井も全ての内側がもうゴツゴツしてて、ピチョンピチョンって水滴が落ちてきて、うん、悲鳴も聞こえてなんで、おばあちゃん大丈夫とか。階段とか足場がね、そんなにしっかり作られてるわけじゃなくて、洞窟の下を少し慣らした程度だから、でっこぼこでね、でも寒くて一つも褒めてないように聞こえるかもしれないけど、だけど行った方がいいよね。いい経験になった。あ、こんな、すごい、こんなとこあんだなと思った。戻り側だと上りの階段がすごく、あの一歩一歩のステップが、あの奥行きがないから、気をつけなきゃななんて下見てるうちに頭ぶつけて。今左ぶつけて、痛いって痛いってやった拍子に今度ピザーぶつけて、すげえ痛い。途中のね、 iPhone も使ったから、あ、そうそうそう、江ノ島までつながってるって書いてあったね。落ちたら二度と帰れませんって。私はもうおばあちゃん大丈夫かな、おばあちゃん大丈夫かなっていう声の方がさ、気になっちゃってた。おばあちゃんって大好きだもんね。ね、どこ行く、おばあちゃん、おばあちゃんどこ、一緒に行こう、お茶飲もう。わざわざここまで来て鳴沢の氷穴見てきました。感想は、うん、おばあちゃん。すっごい寒いのにさ、めっちゃ汗かかいてさ、上がってきてからね、外もさ、本当はいい加減涼しいのに、中が0度だから外に出てきて暑って感じだったね。てかさ、終わった後みんなこれから入る人とかさ、俺自信ないんだよ大丈夫かなとか言ってる人にすごい声かけたかった。なんてやばいよって。
大丈夫、そこはさ、大丈夫だよって声かけてあげようよ。なんでわざわざ大丈夫かなっていう人にやばいよ。不安を。うん、そう、楽しい。いや、いいね。風穴っていう方は、ちょっと時間の問題もあったんで、いかなかったんですけど。4時の壁？そう。もう一回、もう一個の方行ってみたいね。そうだね、今度ね。終始階段だったからね、200メーター、200、300メーターぐらいっぽいけど、やっぱりずっと階段だったからね。あとほら、自分のペースでさ、ゆっくり行ければ多分ここまでさ、疲れなかったと思うんだけど。そうね、結構人が多いから、後ろから来る人とかね、気使うしね。トロトロしてたらさ、あれかなって思うから一生懸命ついて。山中湖。なんか私、山中湖の方が好きかも。ここをチャリで走ってる人たちはどっから来たんだろうね。結構な距離だよ。あっという間に一周できそうだけどね。後ろ回くんだ。後ろ回く。このさ、前側回く。このさ、ネットにも載ってたけど、ね、ネットにも載ってたんだけど、カーテンみたいな、これが、カタ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 鳴るのよ。カタ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 鳴るの。ただね、殴ると音が止まる場所を見つけた。殴んないでよ。ここ叩くと音止まる。カタカタうるさいなと思ってポーンってやると止まるっていうことが分かって、何回か今はおとなしい。いいね、山中湖。河口湖とどっちが大きいんだろうね。手漕ぎ足漕ぎでいいからさ、ちっちゃいボート欲しいな。ハイエースの屋根に積んでさ来てのんびり。だってこんなさ、ボート借りたらさ、すげえお金かかんじゃん。免許もいらないしさ。船舶免許って大変なのかな。一番さ、初級に近いのがそうでもないかな。ジェットスキーみたいなやつ、マリンジェットかなんかジェットスキーとかそういうやつを運転する免許でしょ。入門用みたいな免許なんでしょ。まあ、その前に自動車免許の限定解除で、準中型の準を外して、中型免許取ったり。中型と中型って何か。若い頃取った普通免許って8トンだか4トンだか8トンだかちょっと覚えないけど、まで運転できるじゃない。4トンか。あの免許のことを準中型免許って言うんだけど、これだと10人までしか乗れない、乗せられない。うちの場合は家族がみんなで出かけようぜって言ったら11人いるじゃん。1人溢れちゃうんだよ。その免許限定解除すると27人だか28人だかまで乗せられるから、家族一族みんなで旅行行こうぜっつったら11人の乗れるマイクロバスを借りてみんなで行けるじゃん。2台で行く3台で行くって言ったらちょっとつまんないじゃん。こっちの方もいいね。なんかテント張ってるあそこ、ほら、ほらって言われても見れないけどね。俺がいるキャンティーちゃんこの辺かな。チェックインして晩ご飯はキャンティーに食べに行ってもいいよ。レイク山中、山中。さっきのドッグランめっちゃ近いじゃん。ホテルロビー左、右はテニスコート。はい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 。はい。はい、じゃあアドバンストパークを開始します。場所を決める。これね。開始。おお、勝手に運転しております。本当に？お、入ってきてる入ってきてる。これはハンドル勝手に動いています。はいはい、ということでですね、アドバンストパーキングをやってみました。自信がないからちょっとスイッチをして車の方でやってもらうっていう感じではいいかもしれないね。でもまあ自分で入れた方が早いね。はい、そんなんこんなんです。そんなこんなです。どういうことなの、そんなこんなです。これ左行くとみんな帰る人たちなのかな。駅かな。森の駅って書いてある。森の駅朝日が丘は東京や御殿場、河口湖や同志方面をつなぐバスターミナルですが、売店や食事処も備え、買い物や休憩にも便利な複合施設です。チケット売り場や待合所がある2階はバスターミナルとしての機能を果たし、1階は主に売店となっています。
あ、でもほらほら見て、すごい。本当だ。あのね、でもね、も運転するときにその見て見てって言われても、ちょっと行きたい感じだね、見えるときと見えないときあるんだ。行きたいなって思わせる感じのところだよ。もうちょっとで、お酒、うん、ほうとうのね、お店。なんかこのストリートいいね。ストリート、うん、そうね。なんていうの、普通にこの通りいいねでいいんじゃないストリート混んでるかな。駐車場がせめて空いててもらえないと止まれないので。そうだよね、おざく空いてない、もうダメだ。残念ながら空いてない。そしてすごい待ってる。うわ、これ無理だろう。うんだね、断念。すごい並んでる。日曜日の11時半、日曜日の11時半はブッブーってことで、で16時超えてもブッブーだし、うん、どうする。小作のほうとう麺はもちもちとした麺の食感を出すために試行錯誤を重ね、粉の配合をほうとうに最適な割合で製麺されたオリジナルのほうとう麺です。この秘伝の割合を代々受け継ぎ、創業以来変わらぬ味を提供しています。添加物や保存料は未使用なので安心して食べられます。太麺でも硬すぎず、煮込んでも柔らかくなりすぎない小作自慢の麺の食感をお楽しみください。お客様からの強いご要望にお応えし、小作のほうとう麺がオンラインショップでも購入できます。店舗と同じものなので日持ちはしませんが、新鮮で添加物のない麺にこだわり提供しています。キャンティーコモ、キャンティーにしよう。それでじゃあキャンティーでパスタと。そうだね、はい、カルボナーラ行こうかな。はい、イルキャンティーです。もうこれは、ここはとっても美味しいイタリアンのお店です。ほうとうはちょっと諦めます。ここワンちゃんもいいんだね。お風呂いいね、ま、前もそんな話した気がするな。いいねいいね、本当にいいじゃん、最高。はい、届いた。ドレッシング飲む？うん。すごいね。あのキャンティーは裏切らないよ。裏切らない。すいません。一応かけるんで、あとは自分で足りない分かけて、ね。いただきます。はい、いただきます。ほうとう食べに山梨に来て。ほうとう食べずにいつものキャンティー。美味しかったし、ワンちゃんも来れるのでおすすめです。こんな感じのとこでした。ね、今のこのかき氷の有名な、うん、ここはなんてとこだっけ、新水道。そう、ここに来たんですけどダメでした、残念でしたなんか予約、そう、予約がいるんだって。インスタからダイレクトメッセージを送ってもらって、で希望の時間を入れて、で大丈夫ですよっていうお返事が来てからの予約に、ということで全然入れません。すごいね、かき氷食べるのにそんな手間のかかる予約をする、よっぽどのかき氷なんだな。美味しいだろうね。今度頑張ろう。寒いじゃん今日、うん、もしかしてって思ったんだよね。なんかキャンセルが出てたり、そこに入り込めたらいいなって。残念でした、残念でした。ということで富士山のパンケーキに急遽変更で、そこも行けるかどうか分かんないね。富士山のパンケーキにちょっと行ってみましょう。行ってみよう。しかも富士山のパンケーキじゃなくて富士山パンケーキ。なんで、何が違うの。富士山パンケーキだった。この人入ろうとしてるけど入れないよ。予約してんだよきっと。いいね。また今度。バイバイ。バイバイ。いただきました。はいどうぞ。超うまい。ここにこれを塗って、これがクリームチーズ。ブルーベリー、生クリーム、えい、そう、生クリーム、まあ、並んでよかったね。うん、富士山パンケーキ美味しかったです。ごちそうさま。
今日はふーちゃん連れてきてないんですけれども、マリオットのホテルの近所にこんないいところを見つけたので、ちょっと見学をさせてもらおうと思います。あっちは大型犬用かな。十分だね。かわいい。すごくいいな。天気がちょっと残念ですね今日ね。買ってたあげようか。こっちがワンちゃんのおやつに、曲やお土産購入していただければ3頭まで無料。すごい。あ、いいね。ワンちゃんマフィン6個入り。いや、さつまいも、さつまいもでがいいんじゃない。じゃあさつまいもお願いします。こういうのもある。ここもいいよ。あれが真っ赤なので、ね、いいね、うん、山中湖プレート、うん、ワンちゃんのシャワー室がすごい、うん、あ、遊んだ後にこうやってそう、お風呂足とか洗ってあげて、でここで乾かす。もう最高。すごいじゃん、うん、大型犬用で、今度大型犬用だ。あ、シャワーするところが大きい、うん、すごい、ね、あ、昨日ぶつけたとこ痛いな。まだまだ痛いの。タンコブになってる。どんな勢い。その前もなんかぶつけなかった、どっかで。すごいすごい、何、ね、ここ、あ、やばいやば、行きたい。山梨の歴史の文化公園行ってみよう。すごいね。うん、抜けって感じがすごくする、パワーを感じるよ、うん、やろ、すごい、すごい、これか、すごい大きいんだね、すごい、すごい、ここでまたくっついてんだね、すごい、すごい、樹齢千年、すごい、すごい、見た？ほら、右側に。すごーい。けど頭が邪魔だ。これ富士山なの？これ。なんでだよ。富士山後ろに見えんじゃん。後ろが富士山だよ、後ろが。すごいとこ通ってる。でも良かったね、ここ通れて ね。いい感じ。なんか吸ってる音する。音何？そういう音が鳴るんだ。あ、止まったでしょ。止まった。叩くと止まるんだよ。この止まる場所、叩くと止まる場所をちゃんと把握したから。叩くと止まる場所はここです。ブル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 言い出したらそこをポコンと叩くと鳴る。なるほど、あの音か。何カーブっていう、すごい SS カードみたいな。ちっちゃいカーブ。S って文字がいっぱいだから続いてるじゃん。だって S 字カーブ、あ、 S 字カーブっていうの、昔だったら読んでた、最近読まなくなった。まずさ、第一段階さ、子供の時って絶対読むじゃん。でさ、自分が運転するようになったらまず読まなくなった。自分が運転する時限定で読まなくなった。そのうち誰が運転してるのか分かんないけど読まなくなった。そうだ、教えてほしい。本当にあのね、気圧の変化があるとお耳がピンってしちゃうの。その時の人一倍ですごいするよね。その時するよねって俺は分かんない。その時にあのごっくりしても治らないし、なんかこういう風にやってみてって何かあったら教えてほしいです。ブリアです。1泊2日の山梨山中湖、川口湖と山中湖ね。はい、今帰り道です。今渋滞、これから渋滞に入ります。あ、また事故らしい。まあなんか週末必ず事故ってるよね、東名だの中央道だのって。
こうやって見ててもさ、もうなんか事故起こす寸前みたいな運転する人すごい多い。気をつけるようにしましょう。今回はマリオットのあそこね、山中湖初めて行ったけどすごい良かったね、うん、食事がレストランの食事も美味しかったし、スタッフの人のね、なんていうの、雰囲気もすごい良かったと思う、うん、でも部屋も広いしね、すっごい広かったね。お風呂もいいし、この周辺のなんだろう、のんびり具合もいいし、帰り道にね、ちょっと見学させてもらったドッグランも良かったし、マリオットは意外とどのマリオット行ってもドッグフレンドリールームって言って、ワンちゃんと一緒に泊まれる部屋があるから、今回の山の子は初めて行ったけどすごく良かった。また行きたいなと思いましたね。なんか時が止まってる感じのホテルだよね、うん、時間がゆっくり流れる感じってことね。そうね、うん、あとは山中湖も良かった。おすすめだけど売店に注意。そう売店がないのね。ラウンジと売店がないから、ちょっとお酒のつまみにとかいう時に買い出しができないので、うん、行く前に買ってから行った方がいいね。お腹空いちゃってたからね、夕飯を5時半にしたんだよね、そしたらね、早く食べ終わっちゃったから、やっぱり早めにちょっとお腹空いちゃってね。そうなんかちょっと食べたいねってなったけど、ないから、そういう意味で言うとね、それはもう買ってきた方がいい。今日は予約をしないと食べられないかき氷を諦めて、小作のほうとうも人がすごく多すぎて諦めて安定のイルキャンティーでパスタを食べ、富士山のパンケーキ食べた。パンケーキ食べた、美味しかった。美味しかったね。今帰り道、東名高速、違う、ほらあそこ行ってお前、浅間神社、北口本宮浅間神社ね、よかった。すごい、あの木あんな太くなるんだね、木ってね。パワースポットって感じがすごくしたね。御朱印帳もちゃんと手で書いてもらえたし、おみくじは大吉が出たし。ね、案の定御朱印帳持ってくるのを忘れた誰かさんは、御朱印を集めるんじゃなくて、御朱印帳を集める勢いで、今回も御朱印帳を購入した。御朱印帳がどんどん溜まってっちゃう。あの辺りって何回か行ったことあるけど、今回はなんか行ったことないところを何か所か回った、そしてまた行きたいなって思わせてもらえて、山中湖周辺っていいわ。よかった。もうちょいちょっとね、時間をその重点を置いて山中湖周辺ブラブラしたいな。今度はフーも連れてって、で、ね、犬ワンちゃんもワンちゃん連れでもどこでも行けるみたいなのをどうかで言ったらいいね、で燃費の方とかはどうか。いや、燃費はね、今まだ270キロで1メモリ減ってない感じ。この車は 1,2,3,4 メモリあるんだけど、だから4分の1分がちょっと減った感じなのかな。前乗ってたプリウスより燃費がちょっと良くない気がするんだよね。前乗ってたプリウスは10万キロ超えててもリッター17、18でコンスタントに走ったけど、排気量2リッターだから、2リッターで 4WD だから、その燃費は少し他のやつより落ちるよとは言われてたけど、思ったほど燃費良くないなっていう印象はある、まあもっとも13とか14でも十分すごい燃費はいいんだけどね、これ今 Google マップなんだけども、ピカソウっていう、これが Android の端末になりますよっていうようなのをつけています。デュカトにもつけてたやつの新型なんだけど、ちょうどここにね、なんかちょうどいい小物入れがあって、パカッと開けるとこの中にこんなものを入れてます。そうすると見れるか。そうするとここでいろんなものが見れますね。 Android、 要は Android だからインストールしてるものが何でも見れる。画面も大きくてさ、見やすくない？ YouTube かけてみようか。端っこの方にちゃんと地図も出る。プリウス自体が無線 Wi-Fi の基地になってるから、月額1000円でつなぎ放題っていうね。それに入ってます。この車すごいいい車だと思う、本当に。とはいえもう半年でもうすぐ1万キロだからね。まあまあ走ってるけど、すごくいいなと思います。早いし。次回はまだ予定は立ってないけれども。いや、ずっと作らなきゃいけないってのもあるよ。そうだね。クーラー、エアコンつけなきゃいけない。いや、ちょっと順番で言うとその前に仕上げたいところが何箇所もあるから。エアコンはエアウェーブ2に頑張っていただきましょう。また暑いと作らないってなるから先にね。
はい、やっと我らが地元に戻ってきましたね。だいぶかかったね。やっぱ渋滞いろいろね、あっち迂回して、結局いつもなんか迂回すると圏央道から関越道っていうルートになる感じがするわ。やらく、バイバーイ、はい、バイバイ、またねー。